展望台町放送駐車場より望む、日田さん無役安住の市長ミネソは、長野県安住の市にある保養所。当施設は、安住の市が、安住の市観光宿泊施設条例に基づき設置した、安住の市観光宿泊施設の一つで、2019年4月1日付で、民間企業である株式会社ドリームホテルに譲渡されて、以降、同社によって運営されている。 長峰層は、安曇野市の東部、長峰山西陸の高台に立地し、正面に、飛田山脈の山々が、眼下には、安曇野が一望できる。施設建物付近に三角点が設置されており、地理院地図には、標高は572.9メートルと、記載されているが、基準点成果の公表は停止されている。建物は、木構造の2階建て。 延べ面積は1192平方メートルである。客室は9室で、すべては室。定員は35人である。館内の大浴場、露天風呂は日帰り入浴が可能。浴槽にたたえられている湯は、長野セラミックス製の装置を使った人工温泉である。食事は、地元、あずみの特産の豚肉や、信州サーモン、地鶏、 新州温泉社もなどを用いた料理が提供される。長峰荘は1971年10月、当時の東地区間国赤品町の町営保養所、赤品温泉保養センター長峰荘として開業した。長野県開発公社が建設したもので、費用は4000万円。その後、1977年に増築を行っている。 現在でこそ人工温泉装置を導入しているが、当初は赤品温泉の名が示す通り、ボーリングで得た温泉を引いていた。源泉は小倉沢の川床で、古くから温泉の湯室が知られており、曼荼湯と呼ばれていた。地元の人々はこれを汲んで家に持ち帰り、沸かして入浴していたという。赤品調子によると泉質は流行泉に分類されるもので、泉温は、 セ七7.0度、pH7.6 である。高血圧、リウマチ、糖尿病、皮膚病、切り傷などに効能があるとされた。1983年度の営業実績は、歳入6,685万円に対し歳出5,972万円という、黒字経営であった。宿泊客数4,665人、日帰り入浴客8,934人、 合計13,599人で、うち7割が赤品町外からの訪問客であった。2017年3月、安曇野市議会で、市長、宮沢宗博は、長峰層の上等あるいは廃止に向けた検討を行う、考えを示した。建設から45年が経過し、老朽化に伴い、大規模な改修工事が必要となると予想されている。これに対し、 長峰相がある、赤品地区からは強く存続を求める意見が出され、市長は地元の皆さんへの配慮に欠けていたと陳謝した。市は地元の強い存続要望を受け、施設を民間企業に譲渡する方向へと方針を転換。長峰相は2019年4月1日付で株式、外社ドリームホテルへと譲渡された。ありがとうございます。